支出を管理したいってご相談ですね。これはお金に関してのご相談です。おすすめの方法やり方を知りたいですということですね。支出の管理具体的に教えてくださいということで、ご相談いただいてます。まあ、支出の管理ですね、これはもう具体的にってことなんですけども、アナログではもう、やり方としてはですね、もう一つずつ細かいものを書き出す、まあ、100円の納豆からですね、もう高い高額なですねバイクまで、まあ、もう全て書き出すわけですね。1ヶ月のその支出をで、まあ、これを紙でやるのがめんどくさい、あと、まあ、漏れが心配だってことだったら、あのアプリでもうその都度ですね、入れていくと。でおすすめのアプリとして、まあ、マネーフォワードとかですね、家計簿アプリとしてはあるんですけども、まあ、使いやすいものを使っていただければいいんですけども、まあ、とにかく支出の管理をもう習慣化するってことですね。まあ、3週間続けると習慣になるということなので、まあ、これをですね、とにかくそこまで習慣化するまでやらないと気持ち悪いまでつなげる